ケム2000ナイフと P8 ピストル。H&KP8 は、ドイツのヘッケラーコフホ社が開発した H&KUSP から派生した自動拳銃である。ドイツ連邦軍の正式拳銃として採用され、ワルザー P1 を更新した。P8 は H&K 社が開発した H&KUSP から派生したモデルである。基本的な設計は変わらないが、 軍部の要求により、以下の変更が加えられた。また、連邦軍では P8 ピストルと共に、以下の付属品を支給している。連邦軍が調達する DM51 弾は、標準的な QX19mm 弾に比べて、ガス圧が高く、P8 ピストルによる、射撃の際に撃発や、装填の不良を招くなどの問題が生じることがある。連邦国防省の発表によれば、 2012年初頭から2013年9月までの調査において、この問題に基づく事故が48件発生しており、そのうち12件は、銃自体が破損するほどのものだった。2011年に、第91火器技,技術局が発表したガス圧に、関する試験結果を受け、2012年4月には、DM91 弾を P8 ピストルで使用することが、禁止された。ただし、 連邦国防省ではこれらの問題を守るによるものとしている。なお、公的な P8 ピストルの耐久使用回数は1万回とされている。P8 ピストルの派生型として P8 コンバットがある。これは陸軍特殊船団や海軍臨検中隊に配備された。通常の P8 ピストルのコントロールレバーは安全装置とデコッキングレバーを兼ねているが、 P8 コンバットは素早く射撃を行えるように、デコッキングレバーのみ備えている。ラスタングススキャンドル、ブンデスベア Z アーヘブリーチマングルバイム、スターマジウェア G36、スピーゲルオンライン、14セプテンバー2013、2013年9月14日、閲覧。トーマス・ウィーンゴールド、プロブレムミッドデム G36、バイタゲート S。 オーゲンチアーレイドズ2013年9月15日閲覧ありがとうございます。